こんにちは、心理カウンセラーの高森です。軽い落ち込みが続くっていう場合は、本人もそんなに大変なことではないっていうふうに思いがちですよね。ただこれが長引いて、もし2年以上も続いているということであれば、これは気分変調症と呼ばれる症状の可能性もありますね。でこれは本人は性格の問題っていうふうに思っていることもあるんですけども、そうではなくて、ある種のうつ病の一種ということになりますね。それを放置しますと、場合によっては本格的なうつ病ですとかパニック障害といったものになったりすることもよくあります。ですから、もしなんとなく憂鬱な状態、軽鬱状態が続いていて、それが2年は続いているということであれば、これは場合によってはそのような対応をして回復させるということが必要な場合もあるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。